ユキは日本のミュージシャンでギタリスト。本名は結城正彦。大阪府大阪市出身。身長1 7 2トル。血液型 B 型。ユキの使用ギターはリザードがトレードマーク。ESP のアーティストシリーズにて販売もされている。パールホワイトのボディカラーにリザードのロゴマークが入っている。パールホワイトのボディカラーにリザードのアルファベットロゴ。 外骨化したリザードの手書きペイントが全体に施されている赤いピックガードが目を引く V の1号機トレードマークの赤いリザードはピックガードと同じ素材で作られている赤いピックガードが目を引く V の2号機トレードマークのリザードはペイントによって入れられているまた指板はリザードインレイ。赤いピックガードが目を引く7弦 V 外骨化したリザードの手書きペイントが 全体に施されている。また、ンのレ霊までリザードの尻尾になっている。ESP アーティストギャラリーユキラムダセファーとは、新城眉の漫画、快感フレーズをテレビアニメ化した快感フレーズに登場する架空のバンドが、現実世界で1999年9月15日にデビューしたビジュアル系バンドである。解散する2003年1月まで、ユキはギターとして在籍。 2010年再結成が決定し、大阪、名古屋、東京、バンコクでの4カ所後公演のツアーが行われた。バンコクで行われたラムダセファーのライブの様子ダスターマイナス3とは2004年5月に結成された3ピースバンド。ダスターは造語でダストスター。メンバーはベース、ノイジー、ギター、ユキ、ドラムス、ひまわりの3人。 それぞれがボーカルを担当するスタイルをとっている。ラムダ、セファー、ダスターマイナス -3、レイフラワーに関しては各項目を参照。楽曲提供、音源録音以外にライブや映像等でサポートを行っているアーティストや、ユキ自身が参加しているライブは以下の通り。ありがとうございます。